はい、こんにちは、ゆでです。あきらめです。俺たち、ミッドナイト坊主です。ということで、今回は、推し紹介編、はい、金沢智子さん、私はロースコです。ということで、早速やっていきたいと思います。それでは、It's Tasting! では、やっていきます。はい、じゃあ、私はローズクォーツ。雄大はローズクォーツって何か知ってますか？石だ。だよね。でも多分、俺知らなかったから、結構知らない人もいると思うんだよね。なんで、金沢智子さんがローズクォーツって呼ばれてるのか、で、まあ、その一緒に、まあ、金沢智子さんの魅力について、まあ、ライト向けにやっていきましょう。ということで。ピオノもわかんないでしょ。私はローズクォーツ。意味わかんない。わかんない。だよね。じゃあ、ピオノに伝われば OK ということで、いきます。で、まず、金沢智子さん。ちょっと可愛くね。びっくりした。あのね、いきます。金沢智子さん、基本情報から。1995年7月2日生まれ。うん、で、血液型が B 型。で、これ、デブキャンと同じです。ありがとうございます。はいはい。で、これ、メンバーカラーがリングなんですね。はい、ジュースジュースは、基本フルーツで保湿されてるんで、赤じゃなくて、レッドじゃなくて、リングです。で、ニックネームが、かなともって言われてるんですね。金沢智子の、かなととも、から来てます。でですね、2代目リーダーっていうのが、ジュースジュースの初代リーダーが、宮崎ゆかっていう人だったんだけど、まあ今は卒業しちゃったから、かなともが2代目リーダーに来ますよって感じですね。はい。そんな、現在25歳の金沢さんの魅力について迫っていきましょう。で、この写真は、この前のバースデーイベントから撮ってました。なんで25歳ですね。いきます。金沢さんの魅力について、3つの観点からやったら分かりやすいかなと思って、3つにしてきました。はい、ということで、この3つの観点、なんだと思う？ビジュアル、はいはい、歌、はい、トーク。ああ、ちょっと近いかな。これね、美しい声、ツヤ。ツヤ？その画像からツヤは来ないけどな。あのね、まあ分かるから、やってけば分かるから、まあ一緒にやっていこう。これあれでしょ？爆内のやつでしょ？そうだよ、爆内から持ってきた。拓井さんと隣にやるからいいかな。ダンス爆笑さんね。ガンバクさん。ということで、まあ美しいから迫っていきましょう。美しいといえば、金沢智子さんが、ハロープロジェクト切ったし。ということで、まあ迫っていくんですけど、まず、あのね、こんなに白似合う人いないのよ。まあそうだね。あのね、このドレス似合うのね、金沢さんがお米くらいいますよ。そんな仕様が似合う。ワンピースでサンジが全く同じことをナミさんに向かって言ってました。そう。こんなジェンパリオドレス似合う人ね、なかなかいないの。そう。やっぱいいよ、ね。この美しさは金沢さんのためにあることかな。あとね、この写真見るか分からないけどね、歯並び綺麗なの。そして、あのね、顔のバランスが素晴らしい。パーツがね、それぞれ整ってるし、配置も素晴らしい。もうこれね、金沢さんね、で、さらにこれね、いい意味で濃い顔なんだよね、ちょっと。ちょっと彫り深め。そう。ちょっと深めか。いい感じで濃い顔。総じて、まあね、可愛くて、総じて美しいんですよ、金沢さん。まあ写真の通りですね。これは間違いないということで。で、まあ美しい金沢さんのもう一つの魅力が、声。声はやっぱなんだろう、ハロープロジェクトのメンバーはまあみんな歌うし、あとはまあラジオとかもやるから、まあ注目する、みんな注目するポイントなんだけど、まあ金沢さん特に、あのね、癖がすごいんですよ。いや、わかるよ。なんていうのかな、ちょっと鼻にかかる感じっていうかさ。わかる。そう。わかる。わかります？わかりますか？まあ多分聞いたことないからわかんないけどね。そういう感じだと思うんだけど。でも聞けばね、マジ一発よ。金沢さんの声聞いて、わかんなくなることないのに。すごい特徴的な鼻にかかった高い感じの声だな。いや、なんて言えるかわからん。そう、わかんないけど絶対わかる。そう。で、まあこの曲を聴けっていつも言ってるから、まあ今回も聴いたんですけど、特に歌で言ったら、まあ好きって言ってよ。まあ一番新しいシングルの一つの好きって言ってよが、まあわかりやすい。いや、し、結構高いのも入ってるから、金沢さんが。で、透き通って、さらに鼻にかかって、高い音がすごい綺麗に伝わってくる感じかな。で、あともう一つ、意地悪しないで抱きしめてよって曲があるんですよ。で、この曲の歌詞の中に、私はローズクォーツっていうのがあるんですよ。そうですね。そう。
でもまあまだローズコースがどういうものか分かんないけど、金沢ポンコはローズコースなんだっていうのが伝わればいいなって思います。であとはまあ声といえばラジオだから、ラジオもやってるんですね、金沢ポンコさんは。2日連続でやってるから。そうそうそう、ビビットミッドナイトとあと爆内やつかな。金沢ポンコのビビットミッドナイトとかはまあハローカの人はまあ結構みんな聞いてるかなと思って、ビヨンズのメンバーをね呼んで、ゲストに呼んでやったりしてるんで、ぜひ聞いてみてほしいなって思います。で次、ツヤですね。ツヤ、ツヤ、でもツヤって言ってさ、ね、金沢さん分かるっちゃ分かんない。どう？ツヤ、うん、ツヤっていう観点で見たことないけど。まあそっかそっかそっか。ちょっとチャラめの金沢さんも見ました、ね。あ、はい、はいはいはい。でこれを見て何をツヤで感じたかなってまず思って、まずあの髪の毛ツヤツヤだなと思って、はい、はい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 、このチャラ沢さんの髪の毛ツヤツヤだなと思って、あとさっきも言ったんだけど、あの声高音がすごい鼻にかかってるな感じてるじゃん。であれすごい綺麗に伝わってきて、でこの前あのハロコン、他のハロコンの時に B チームで金沢さん出てて聞いたんですよ。やっぱすごくて、直接聞くと反響がもうすごくて、脳に直接刺激されてるかのような、はいはい、だけど心地いい。あ、なんかエブリーでさ、ちょっとやったじゃん、うん、でもそれそのテレビ越しだけども、まあ、やっぱさすがだなと思って、そう直接聞いたらもうとんでもないことになってくるなって感じ。そうだから声もっていうやつや。でそして結構低いのも歌では全然いけるんだよね、うん。むしろなんか普段落ち着いて喋るときはそんな高い声出すってなんてじゃないかなっていう感じかな。あとはあのね、これ写真見れば分かるんだけど唇ツヤツヤなんだよ。確かに、そうだな。だからツヤは多分金沢さんのために作られたかなと思って。あとねちょっとねエッチいんだよね金沢さんあのエッチいのよ。いやちょっとだからその大人だもん、ね、そうそう大人な女性だから、そうそうそう大人な女性だからエッチいんだよね。分かる。そうそうそう、ツヤっていう字もなんかさ、このさ、豊かな色ってさ、ちょっとエッチーじゃん。わからんけど、そうそうそう。いや、でも、まあそう、カラヤンザさんといえば、まあ、ツヤって感じ。あとは、まあ、この写真からも書いてあるけど、アネゴか。まあそう、ね。そうそうそう。まあ結構、カラヤンザさん知ってる人はみんな、ちょっと、まあ、おっさんとかいう人もいるんだけど、アネゴ感あるな、っていう感じかな。で、まあ、この3つ、美しい声、ツヤって言ってきたんだけど、まだあるんですよ。まだあると。まだ魅力ありますよ。で、こんな感じかなと、大体。ああ、そうね。そうそうそう。まあ、私から筋トレとか、筋トレめちゃくちゃして、めちゃくちゃしてプロテインちゃんと飲んでるし。バースデーイベントの、グッズもプロテインシェイカーですしね。そう。ブログにプロテインいっぱい出てるし、あの資格は、世界遺産検定もするし、そうね。あとは、クリーンリストみたいな。ああ、掃除の資格とかもやってたりして、はいはい、意外といろんなことやってる。アイドルが好きっていうのは、アイドルが好きで元々入ってきたっていうのもあるし、あとはメイド喫茶とか行くんだよね。あーはいはい、そう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 、メイド喫茶とか行くから、まあ多分可愛い女の子が好きって言った方が正しいかもしれない。あーそうね、そうハラメンの中でも多分可愛い女の子が好きなんだろうなっていう振る舞いをしている。ただしチャンさん、宮本かりんちゃんのことはちょっと一個聞いてみるっていうのがまあここの面白い関係なんで、あとは猫がスイちゃん、白い可愛い猫猫です。で、ボー君。で、これね、今日はそのボー君を話したくて、金沢さんも出してないから、あんま説明する必要ないんだけど、あまあ、ボー君の一面もあるよっていうことです。そうね。ヘアアイロンが230度だったりするんですよ。そうそうそう、これ、男人は、そう。じゃあ、あんまどんなのか分かんないと思うんですよ。ピンともないんだよね、周りの女の子たち聞いたら、惹かれると思う。ヘアアイロン230度ってなんか、本当に、俺の妹も、バカじゃないのって。俺の妹も140度くらいだったそう、だからまあ暴君の一面もあるから、まあ、もしこのプレゼンがきっかけでちょっとでも気になったんだったら、まあ、金沢さんを調べてみて動画をさってみて暴君の一面も見たらめちゃくちゃ面白いかもしれないですね。ということで最後これね、ローズクォーツの質問を見ました、はい、ローズクォーツこんな感じなんですよ、まあ、とりあえず意地悪しないで抱きしめてよっていう曲を聴いて、私今ローズクォーツっていうフレーズからローズクォーツはこんな石だみたいな、金沢ポンコはこういう感じなのかっていうのを感じられたらいいのかなって思いましたということで、以上金沢ローズクォーツポンコでした。はい、ありがとうございました。ジュースジュースの写真とともに終わりだと思います。ありがとうございました。まあどうでしたか、ピオノは
画面外の金曜のすごい人に守ってますよ。まあ知らない人から答えちゃうと質問だけにします。いやジュースあんまり知らないんですけど、うん、結構まだ見れてないよね。まあ、結構なんていうんですか、すごいジュースは年上のなんていうんですか、大人の女性。大人の女性のグループだって聞いたんで、ああいう美しい人に結構興味持っちゃうんですよ。いいコメントじゃないの。ちょっとまあ、金沢さんを語るには、時間が足りないからって感じするよね。やっぱでも、その、今最後に4つコンコンコンって出してる、うん。そうそうそう。そこも、もっと喋りたいよな。なんかね、本当は。そう、ハムソワさんとかさ、シマソワさんとかについても語りたいの、本当は。もっと喋りたいのよ、本当は。だけど、とりあえず一番目を引きやすい、見た目からも分かる美しさとか、そういうところに、ちょっと構築して、今回は発表してる。そこでちょっと、引っかかったら、もう、あとは自分で掘ってってくれってことだよ。そうそう、自分で掘ってってくれよ。石だけにね。個人的には結構ハムソワさんが好きです。あ、まあ、ハムソワさんで調べてみました。いや、俺はボー君ですよ。あ、ボー君もいい、ね。俺、本当に230度は。なんかバカで、ね、なんかバカっぽいところもあるんだよね。それがすごい好きです。ということで、はい、今回金沢智子さんについて語っていったんですけど、ぜひ気になったら調べてみてください、はい、ということで終わりにしたいと思います。それではバイバイ。